はい、えー、皆さんこんにちは。えー、取材すすることニュースの通信者の須田新一郎です、えー、今日はですね私今国会裏のですね参議院議員会館に、えー、来ておりましてですね、えー、と言いますのは今日は、えー、当チャンネル久方ぶりの登場となります猪瀬直樹さんなんですがもう今や えー、日本維新の会のですね参院幹事長と幹事長まで成り上がっちゃったっていういやだからよろしくないですしベ,ベンチャーですからね自民党の場合は年功序列ですから、はい、結局統制しても1年制議員で回数踏まないとだめだっていう、うん、でもあの維新の会はベンチャーなので、うん、もうそれはやる人がもう全面に出ればいいっていうね、はい、そういうことなんだよね取り上げますテーマはですね。あのー、最近 ささんが発刊された太陽の男石原慎太郎伝というですねこういう本を中央公論社から、ね、発売されましてですね、えー、ちょっと読んでみたところこれまた面白いのよでしかもですねこれ意外と知られてないんですがこの石原慎太郎さんとあの私も面識ないわけじゃないし取材もさせていただいたんですがあの実は 深いところでつながっていて、えー、というのを私須田慎一郎私のこの田慎一郎の慎一郎というのは私の両親がこの石原慎太郎さんから取ったというところをですね、えー、直接時代で両親直接時代で聞いておりますというのはですね当時、えー、私の両親ね、えー、母親父親がですね青春時代やっぱり西日本にですね大ブームへと。 巻き起こしましてねやっぱり太陽の季節すごかったですねえー、飛んでまいというところで菅<や>、えー、さんは、はいえー、何年生まれ1961年ですだから石原慎太郎がデビューしたのは1956年で、うん、でもうぐっと有名になっていくわけですよね、うん、そしてあの石原慎太郎より2歳年下の石原裕次郎、うんうん、石原裕次郎もその映画俳優として一気に出てくるでしょこの中で出てくるけどね 栗原雄一郎っていう人がいて、うん、評論家の,、はい、あの石原慎太郎を全部読んでみたって企画やってるんだよね、えー、でそれはいいんだけどその栗原雄一郎っていうのは1965年生まれて、うん、これもやっぱりね雄二郎からってるんだよあ<ー>だから菅田慎一郎は石原慎太郎の名前から取られてて栗原雄一郎君んここ出てくるのは石原雄二郎から取られてる。 それだ掃除っていうとやっぱり戦後のね、うん、高度経済成長期ですけども、うん、とんでもない影響を与えましたよね。僕らで、ね、小学校の3年生とか4年生でポスター貼ってあるんだよね。うん、であの海辺でさ湘南海岸み、うん、たいなところで、うん、男女が水着姿でこうもうちょいでキスするところの場面ではい、はい、それがポスター貼ってあるんだよ。うん、その辺学校っていうかまあ府,府警というかそういう保護者か。 そういういのから、あれは不良の映画だから見ちゃだめだとか <laughs> <laughs> でも子供だから3年生か4年生だから不良の映画まあ確かにね見たことないような構図なんだよ、うん、その頃はあなたも覚えてるかもしれないけど「そのモーゼの十回とかさ「エデンの東」とかさ綺麗な映画ポスター貼ってあるわけよ、はい、そこにブワーンと「太陽の季節」ってね、うん、不良の映画だ見るなあんなのはっていう感じだよね。あ まあそのね、石原慎太郎さんを、まあ、一周忌おきに、うんまあ、本にまとめられたんですけれども私ねちょっと読ませていただきましてね今回意外に猪瀬さんの本って意外と厚い本が多いんですけれども、うん、今回意外とね薄いなとあのは、ね、最初の印象ね。あもう俺のこんなのに比べたらね、ええ、でも普通の本に比べたら薄くはないんだけどね。読んでみたんですけどもこういうふうに言うとまたちょっと偉そうに。 聞こえるかもしれませんけどあえて言わせていただきますけれども今までだとねあのどうなんでしょうもうね情報満載、うん、これでもかっていうぐらいに調べてきたこと、うん、取材したことが、うんえね、本に書かれてるんですけどもあの今回その辺が抑制的に書かれていてねその代わり、うん、行間を読めっていうね、うん、そういう,こうメッセージが伝わってくるんですけども、うん、こういう読み方でよかったんですか 一応味のある感じにはなってるというふうに思ってほしそうね味のある感じになってますいや実際まあそうだよねその辺意識されたんですかこの歴史でもあるんだよねで同時に都知事室で2人で会話するわけいつもね毎週金曜日のお昼頃に30分決めたるわけよお互いにあちこち行っちゃってるから一回決めとこうと定時をで金曜日に決めたんだよねそこで あの今度こういう政策をやろうとかっていろいろ提案するんで僕はね、うん、でいつも提案してるばっかりじゃないから、えー、石田さんが「こう俺そういえばこの前こうだったんだよな」とかっていろいろブツブツ言い始めるね、うん、そういう対話結構入れたわけね、うん、こ,この中でいろんなこう2人で話してる臨場感みたいなのあるでしょそれと歴史を絡めて、えー、でそして三島由紀夫の話になるわけよね 2>,、うん、2人で「太宰治」なんてあんなの嫌いだよなとかっていう話にもなったりして。うんうん 様なんていうのはあんな悩みはねラジオ体操やるか冷水マスタースでもやる直っちゃうかとねそういう話もしたりさするわけだよね。そういった意味で言うと戦後の文学史みたいなもものありますそういった中でねやっぱりまあ都知事と副知事っていう関係もあったでしょうしそういった中でやっぱりまとめなきゃいけないなっていう気持ちはあったんですか で亡くなった時にね、ええ、中央討論から電話かって「猪瀬、ええ、さん書けませんか?」って言ったから「ええうん、どうかな?」とか思って一回断ったんだよね、ええ、それから一週間二週間ぐらいちょっと考えて「待てよ」とこれ僕が書かないと、ええ、いろんなこ,のこれだけのエピソード満載だから、ええ、これって誰も書かないなと、ええ、いうのとやっぱり再評価してあげないと、ええ、石原さんってほら器用砲編というか。ええ 中国のことをしなとか言ったりするじゃん、えー、そういうふうなことで誤解されてるよね。えー、しなってのは孫文がしなって命名したんでね。うん、だからしなでいいんだけどね。うん、だけど、中国だって言わないと今うるさいから。うん、中国っていうのはさ、中国,国、四国地方の中国なんだから、本来は、うん、使うときはね。うん、やっぱり英語ではチャイナだからさ、うん、チャイナで。 シナって言ってどこがいいんだとか言ってたんだよね記者会見でちゃシナって言ってるからさ石原さん今の人は分かんないよそんなのって言ってさチャイナって言ったらっつったのしばらくで記者会見でチャイナって言ってたんだよ三ヶ月ぐらい経ったら忘れちゃってさまた中国にもあシナにのっちゃっただからそうやってなんか断念ねちょっと誤解されてますけどもやっぱり作家としてすごい人 でしたよね。そうなんだよね。だからそこは誤解されてんだよね。うんうん、やっぱり三島由紀夫がね。まあ、この本で書いてるんですけど。ねはいはい、一番意識したのは石原慎太郎なんだよね。うん、まあ昭和31年って1956年、うん、太陽の季節でバーンと出てきた時に1、うん、一番驚いたのは実は三島由紀夫なんだよね。うん、で、三島由紀夫はもう天下取ってるわけですよ。はいはい 8歳ぐらい上で、もう金閣寺がちょうど書いてる時だし、その「潮祭」とかね、いろんな本書いてて、三島天才って言われて、もう軍を抜いてるわけよ、当時の作家たち。だから三島由紀夫と同じぐらい年の作家っていうのは、遠藤周作とか、吉之潤之介とか、安岡祥太郎とか、いろいろいるんだよね。で、それはもうみんな、ただの新人作家よ。三島由紀夫だけはもうメジャーなんでね。 文学以外の人をみんな知ってるわけよね、うん、でそこに石原慎太郎がバーンと現れた時に、うん、三島由紀夫は「なんだこいつは!」と思うわけよね。うん、でかなり意識するわけよね。うん、で初めて二人で対談した時に「うん、君に連帯旗を渡すよ」と「うん、ボロボロの連帯旗だよと」と、うん、つまり文学の、えー、世代的なリーダーである自分が次に新しいリーダーが出てきたと、うん、連帯旗を渡すよっていうぐらい。うん 評価したんだよね。で、この帯にも出てくる。そして、まあ、この本のね。え一つ重要なキーワードだと思うんですけど、この価値ビンランシャ。これね、ビンランテはね、ちょっとこう普通の人読めないんだと思うんだよね。私、読めませんでした。あの、ルビー振っていただいて、あ誰がルビますね。いや、やっぱり、三島由紀夫っていうのは、すごい語彙が豊富だから。言葉たくさん持ってるでしょう。で。石原慎太郎。まあ。事件のように現れたけどね、バーンとね。君は。 道徳乱者だだねねっていうんだよ、ねうん、その時石原慎太郎もやっぱり「なんだ敏乱って?って」道徳敏乱俺敏乱か」うん、でしばらく考えて道徳を敏乱しただけじゃない「敏乱って書きます」ってことでね「うん、俺は違うよ」と「価値を敏乱してるんだと」と、うん、言い換えるわけよね。うん ここは新骨頂なんだよね、うん、つまり道徳敏乱だけだったら、まあ、歌舞伎町行けば道徳敏乱してるわで価値を敏乱してると、うん、つまり日本の,その空気を読むような同調圧力みたいな世界の,そのまあ全部同じような顔して同じようなことを考えるようなそういう世界じゃないそれをもっとかき回して沈殿しているものをかくしてで活性化するというそういう価値敏乱者だと。 うん、勝ちびん者の光栄って,って自分はそういうことを自分で名乗るっていうかねそれは三島由紀夫のその語彙豊富な言葉の豊富な三島由紀夫に道徳びん者だと言われていや勝ちびん者だと返して、うん、そしてまあ自分のアイデンティティを見せていったということだよ、ねうんうん、勝ちびんら乱者の光栄っていう、うん、まあそういう一文も石原慎太郎さん書かれてますしね。うんうん だからその辺りというか三島紀夫が恐れ、うん、そしてライバルとして認めた石原慎太郎さんなんだけれども、うん、まあそういった点でいうと今日になるとね、うんうん、まだ三島永久って三千と輝いてるじゃないですかただ石原慎太郎さんに対する価値っていうのは定ま,まってないというか、うんうん、その辺りなんかへ、まあ、変なこと言ったりやったりするおじさんみたいなね年、うん、でやったけどそれをもう一回光を当てていくっていうのが狙いと見ていいんですかうら三島っってののはやっぱり一つの 輝いた金ですよね、うん、切腹して最後終わるんだけど、はい、やっぱりそこに石原慎太郎がいて三島由紀夫の緊張感が生まれほたっていうことだ、うん、そこは見,られ見てないんでみんみ、うん、で、実はこの中に出てくるけどね三島由紀夫が1959年に「京子の家」っていう傑作を書いてて、うんはい、まあ問題作というかね、うん、いろいろ賛否両論があるそういう京子の家っていう作品を書いた。うん うん、実はその作品がヒントになったのが三島由紀夫石原慎太郎の亀裂亀裂が生じるっていう亀裂がだよね、うん、つまり後から来る石原慎太郎が無意識に時代を反映したパワフルな作品に影響を受けて三島由紀夫が京子の家を描くっていうね、うんうん、その流れの中で。 1960年代が始まっていくわけですよね。で、うん、そこのところね、三島由紀夫の研究者はみんな見ようとしているわけ。で、うん、そこがポイントだよね。うん、三島由紀夫はだん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 1960年代最後は70年自決だけど、うん、そこにずっと行くときに常にこう背後から石原慎太郎に追いかけられてるっていう、うん、そういう緊張感ね。これがあのこの作品の重要なテーマなんですよね。うん 結構作品ずっと書いてるんだよね、石,あの石原慎太郎は。はいはい、日本ってね、マルチな活動をすると、うん、あの無視されるんだよね。つまり、あの僕も作家で、うん、例えばああの、ドルコーダーミエイカやったりとか、それ、うん、から副知事やって、栃木やったりしたけど、これ今、うん、国会議員もやるけど、そうすると、作品を無視するんですよ、うんで。なぜかっていうと、分断って、たこつぼなんですよね、うん、論壇とか、うん、あるいは日本のいろんな業界、全部たこつぼなんですよ。うん タコツボのの中での仲間みたいな世界が生まれてくるわけだよね、うん、それを乗り越えてマルチで活動すると評価が定まらなくなっちゃうんですね、うん、日本はね、うん、やっぱりそういう意味では三島由紀夫もその石原慎太郎もある意味ではスタートアップみたいなベンチャーみたいなことをボーンと新しくやっていくわけよね、うんうん、そこを評価してないといけないんでねね、うん、どううなんですか、ね、そうすかそるとね やっぱりあの三島由紀夫さんが縦の会を作り、うん、あるいは石原慎太郎さんが政界を打って出ると、うん、いうようなねそのたこつぼじゃない、うん、それまでの作家活動から飛び出していったってこれ必然なんですかこれはやっぱり意識して、ね、よくさ今さこの前の安倍内閣の時も副業だって言い方したじゃない、ね、要するに別のものを同時にやっていかなきゃだめだよってことなんだよね一本レールで単線でいっちゃだめなんで、ね、だからそういう意味では 縦の階作ったりするのも、うん、その同じ頃に石原慎太郎はベトナムに行ってんだよね、うん、ベトナムに行って、うん、それでベトベトコンって言ったら当時ね、うん、あ民族解放戦争とかベトコンとか、うん、それに襲われそうになるんだよね、うん、で、それでやっぱりこの南ベトナムを見てあ、日本もこれアメリカ遺産だったら逃げちゃうなと思うわけよね、うん、だからそういう危機感を持つんだけどそういうふうにいろんなことをやりながら刺激になってまた自分の作品が緊張感を持って生まれていくてなるほど刺激になって、うん そうういことなんだよねだから僕も石原さんに副知事やれって言われた時に「ちょっとねあんまやる気ないんだよな」みたいなこと言ったら「君ね俺ね7本長編ねひらめいたんだよ」って言うんだよつまりその刺激が違うんだよねそれが別にそのことを書くってことじゃなくてそっから違うことがバーンとひらめいたりするっていうねそういうだからマルチな発想っていうかそのくだりが本に書かれていますけどあの7つのその「 まああのヒントを得たっていうくだりありますよね長編、うん、を書くね、うん、あれは土地事をやったからこそなんですかそそうそう,そう。やってなかったらその,そ<う>そのひらめかなかっかいや緊張感が違ってくるからね、えー、からそうなんだよねだから須田さんだってさいろんな仕事やってて、うんうん、ここ,れこの辺ずっとやった時にパッとこっちのことひらめく時ときあるでしょこっちの違うのはい、はい、そういうのがないとただこうだん,だん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 細くなっていっちゃうんだよね、うん、だからね 狭く深くっての嘘で広く深くなんだよね、うん、いろんなことが刺激し合ってだいたい発想をひらめいていくでしょ、うんうん、だからそこは大事なんだよね、うん、それだとやっ,やっぱり石原さんちょっと話変わるんですけどね、うん に対するののイメージっていうとやっぱり裕福な家庭に育ったみたいなイメージがあるじゃないですかやっぱりヨット湘南みたいなこの2つのキーワードができてそこねだから今回さそこの辺りをきちんと書いたんだよねそうなね石原さんって実は貧乏だったんだよねみんなねヨット乗って金持ちの息子はボンボンがね女連れ込んで騒いだっていうふうに思ってるわけよね太陽の季節なんかは弟は慶応だしみたいなそうそうそう慎太郎が 高校3年で裕次郎が高校2年の時にお父さん死んじゃうんだよね。でそれまたおかしいんだけど高校3年ってっ本当は1年休学してんだよだから2歳違うんだけど学年一1年しか違わないんだで石原慎太郎は不登校だったんだよね石原慎太郎が不登校だったのはあんまり知らないじゃんみんな。1年不登校やっていろんな本読んで絵描いてそれからもう一回再生していくんだけどね。 お父さん死んじゃってるしさお父さん死んだときに若干の退職金みたいなのあるわけだ。それ裕次郎は使っちゃうんだよあれはね天性の宝刀息子だね郵便貯金あるじゃんあれ竹の三本板みたいの作ってさ持ってって郵便局反抗してさおろしちゃうんだよそれで裕次郎はね生活力あってさ銀座のホステスからさ透かしちゃうんだよ稼ぐんだよだけど貯金はゼロになるからね石原家は。 たまたまねヨット買ってもらったっていうのは中古のね凛威だから凛威って知ってる凛威ってさ手こぎボートにねつけたあのこうつけたようなもんなんだよほんとちっちゃいやつねでそれ中古でお父さん買ってくれただけでねだからそれ湘南でヨットでいい女と乗ってるみたいなねそれで金持ちのボンボンっていうイメージだけどそうじゃないんだよ全然ね結構そういう意味ではっていいうか誤解の多人誤解だらけだね 世の中のイメージが全く俺も誤解結構あるけどあります誤解ありました選挙の時もありました誤解だらけだよねこの人本当にね誤解だらけなんだよだからねマルチでやると誤解だらけになるんだよねだからそこはやっぱりきちんと筋が通ってるっていうところがでちょっとこの冒頭に書いたけどさ「都庁の式典」ってさ君らが歌うじゃないどこでもあるでしょそういう場合がでね僕は福地でさ土地でしょう 壇上でさ会社で言えば入社式みたいなやつだね土地の職員が入所式かなしあけどとりあえずいるでしょ行動に壇上に執行部の局長とか都知事副知事とか並んで歌うわけよ「こうかこうかじゃねえ君がよ国家国家聖書君がようわ」って歌うわけねんかね聞こえとねんかあれんか違うな 君が上じゃねえよ俺おっつんおかしいなあんまりそれ聞くちょっと聞くのも俺の普通遠慮しないんだけど、うん、それちょっと遠慮して、えー、か違うこと歌ってないってなかなかちょっと言えなかったんだよ、えー、でまた次の式典の時にこれやっぱ違うわと思って、うん、なんて歌ってたかっていうと「わが日の元は」って歌ってんだよ、えー、君が世はだろ、えー、君の君って天皇陛下だからはい、はい、天皇の世が にょうを永遠に続くように我が日の本この日本の国が永遠に続くようにで、違うわけよね、全くそこが同じようで違うからおかしいなと思ってあとでやっぱりちゃんと確かめてからちょっと違うの歌ってないって来たらうんそうだよでもさ面白いと思ったのはさ誰も聴いてるわけじゃないんだよだってね一人で勝手に歌ってるわけだからだから信念っていえば信念だし こだわりってもこだわり変なこだわりだし、うん、なんだろうこの人はって思うよね、うん、でもやっぱりこの戦中戦後ね、うん、終戦直後っていう意味でのね、うんえー、やっぱりその中で多感な時期を育ててきた人だからこその思いっていうのかな、うん、ある種もう少し踏み込んで言うと皇室に対する複雑なイメージがあるんです、ねうんね、やっぱり天皇に戦争責任あると思ってんだね、うん、やっぱりその彼は中学一年の時に終戦だから、うん で学校の帰りに湘南高校当時湘南中学でね、はい、学校の帰りに機銃操作を受けてんだよね、はいはい、ババババババッて来てパッと伏せたら少し離れてって行っちゃったんだけど、えー、でこう見上げたらこうよくあのアメリカの戦闘機って漫画みたいに書いてあるけあれが見えたって言うんだよね、うん、まあそういうこととか、うん、そのあと中学の2年の時かな、うん、極東軍事裁判行ってんだよ、はい あのねあの下手履いて行ったシーンですよね。そう,そうそう親戚の人から切符もらったんだよってた,たまたま下手履いて行ったんだよ、うん、下手履くっては当時当たり前だからねはい、はい、そしたらさあの市川のあそこの行動だよね、うん、あの軍事裁判の、ええ、階段からんこのからなかったら MP か「あのええ、なんだこれ!」っつってさ「脱げ!」っつってさ脱いだんだよね下手。うん、でパーンって蹴っ飛ばされてさ、ええ、で這いつくばって下手拾うんだよね。うん そううい屈辱感ねそれは足で行くんですよねでアメリカに対する昆虫賞っていうのとんでこんなこんな連中に我々負けたんだとどれが責任者だよって思うんだろうねああそっちからのですかそれと奥さんがこの間亡くなられたような奥さんね奥さんのお父さんはシナで戦死してんだよねそれも民間人で徴用されて少尉かなんかで 一応学歴があって将,将校にはなって将棋かなんかで行って、うん、中国先生行ってその間に赤ちゃん、うん、石橋新太郎奥さん生まれるんだよ、ねうん、一回り戦って、うん、もうすぐ終わりだっていう時に、うん、まあだけど写真を送られてきて娘が生まれたからって、うん、早く会いたいねって手紙やりとしてんだよねそしてもう一回だけで行けってなっちゃうわけよ中国先生長引くから、うん、で行って死んじゃうんだよね、うん、だからお父さんは娘の顔を写真でしか見てない、うん、もちろん 娘っていうか、赤ちゃんだった人は、うん、その石原さんの奥さんはお父さんの子を知らないわけよね。うん、そういう戦争体験っていうのは、きちんとこう彼の中には。整理しながら考えてたと思うんだよね。うん、だから、それがね。微妙にあるわけでしょ日の元だと。君が代じゃないと。うん、三島由紀夫は天皇。ね、えー、そうですね。うん。三島由紀夫と石原信太は対談して。えーえー、三四郎仁義だって、三島由紀夫言うわけよね。うん、で。 石原慎太郎は俺は自由っていうのだ、うん、自由と三四郎神器でぶつかるわけよね、うん、で結局だから石原慎太郎の日の本っていうのはヨットに乗って海から日本列島見てるから、えー、日本近海の海って荒海なんだよね、うん、それと北海道から九州まで沖縄までの日本列島これが原風景でアイデンティティなんだよね、うんうん、石原慎太郎のの三代神義っていうのは まあ、ある意味でそのヨーロッパ文化に対抗する日本文化って何かっていうと古のの世石原新太郎三由紀夫その「うん、古今和歌集の雅の世界」をヨーロッパ文明と対決するアイデンティティとして考えているから、うん、まあ簡単に言えば大和朝廷っていうのは稲作から始まるわけだから。うん 石原慎太郎の日本列島っていうのは岡本太郎と同じで縄文時代なんだよなある意味ではまああの狩猟民族というか土偶かなんか岡本太郎が太陽の太万博のあれはヒントでしょまあだから大和朝廷以前のアイデンティティと大和朝廷以降のアイデンティティがぶつかってるわけなるほどね。だからそこは同じさ右翼とか右とか天皇とか言っても全然それ違うわけだよねまあそういうことだよね やっぱりあれですよねさっきのね話に戻りますけど機銃奏者であるとかアメリカそのね市外の極東軍事裁判の提言であるとかあの辺りが延長線上でノートに日本とかあるいは対米自立っていう考えになってくると思っていいわけですから今の自民党政府だって結局憲法なんて改正しようとは思ってないからね全くねつまり戦後の要するに西米安保体制の中で 結局日本はアメリカに守ってもらいますよっていうのが理念だから、うん、結局ね、うん、その自立しようなんて思ってないわけだから、うん、でもこのウクライナ戦争で防衛費が慌てて上げなきゃいけないなって言ってるけど、うん、結局安全保障のについて自分が自分の国を守るっていう自覚が日本人にはずっと戦後ないわけよね、うん、だからそのあたりがだからじゃあ自立するんだっていうのが石原慎太郎の考えだよね。うん 要するにアメリカもいるけども自分が自分で戦わなければ日本の安全保障は無理だよねとそれは南ベトナムに行った時思ったわけよねアメリカいつでも逃げちゃうよと思ってるわけですよ。あそういう経験を目指してるねベトナムが。それとその敗戦体験だよね結局天皇負けたんじゃない戦争に責任者は天皇でしょっていうふうに思ってるわけじゃない。 私も思うんですけどねやっぱり対米自立がゆえの急上改正、うん、そしてあのこれも無茶な行動だと石原さんに対しての行動ね無茶な行動だっていう評価はあるけれども、うん、例えば尖閣上陸して東大建設なんかあった、うんうん、全部つながってきて一貫してますよね、うん、それね。むしろ今のなんていうかな自民党政府の方が政権の方がその辺がいいところのつまみ食みみたいな自民党政権はだから脊椎がないんだよ 簡単に言えばね国家としての脊椎がだからそこは三島由紀夫もだから自決するときに直前にちょっと産経新聞に載けた文章があるでしょこのままいけば日本は中間色で無機質なその粗大ごみみたいにその極東にただの経済大国って残りすぎないってそういうこと言ってるでしょだからその価値観みたいなものの基本がないよねそしただ価値観の基本が三島由紀夫にとっては その天皇という文化だよね、うん、文化だけど石橋新太郎にとってはその勝ち敏乱というか同調圧力をぶっ壊していかなきゃダメだという、うん、この間僕はあの去年の10月20日に参議院の予算委員会で「マスク取れ」ってさ、うん、マスク取ったよねはい、はい、そうしたらさ <laughs> 今マスク取るだんだん取り始めてるけどまだだめだよね。うん 二類から五にしてマスクで行ったら自民党と立憲野次とヤジと浮気俺に「うん、マスク規則守れ」って「規則ってお前ね規則ってこれから作るもんで過去のものが <laughs> 現在を拘束する必要ないだろう」と、うん、いうことだよね。うん、で規則55年体制なのよ、うん、自民党と立憲は、うん、このまま何も変わらないでいましょうっていう世界の人たちが僕に向かって「マスク規則違反だ」とか言ってるわけね。 まあそういうことだよね、うん、まあしょうがないさ委員長が猪瀬くんマスクつけてくださいって、うん、つけないと退場させられるから <laughs> <laughs> そこは鼻マスクにしていたけどね<ー> <laughs> そういう点で猪瀬さんもやっぱり価値敏乱者でありたいって思いますか基本的にさ体質が価値敏乱なんだよね、うん、伊沢さんも僕もね、うん、よくさルールって言うけどルールって 昨日の世界のものだからねうん、うん、明日は違うルールを作ればいいんで、うん、昨日に拘束されてたら未来はないから、ねはい,はい,はい。そういう意味で勝ち敏乱というのはそういうことだよねうんということでいかがでしょうか、うん、この石原慎太郎展ということであのしかし私は思ったんですけどねやっぱりねあの狙って狙って芥川賞を取ったって僕れ石原慎太郎さんだけじゃないのかなってそんなに芥川賞って簡単に取れるもんじゃないですよねあ,あだからねちゃんとね 読んでもらえるえてる考けよね、うん、あの最初にちょっとこう出だしをね、うん、こうどうするかとかやっぱりそ,のそれから芥川賞ってみんな有名になってるけど、ええ、石原慎太郎芥川賞を取るまでは、ええ、芥川賞なんていうのは分断の単なる行事にすぎなくて、ええ、知ってる人はあんまりいなかったのね、ええ、文学青年は知ってるだけで、ええうんだねああだから石原慎太郎が「太陽の季節」バーンと取った時に芥川賞有名になったんで。ええ 芥川賞で石原慎太郎が有名になったのでなあなんじゃなて石原慎太郎によって芥川賞が有名になったんだあそうなんですかで大事なことはさ、この中で一層重要なことを言っているのは、うん、尾江健三郎なんかも当時流行ったでしょはいはいはい、はい、尾江健三郎に対して石原慎太郎は三万人の読者を想定していると、うん、つまり文学青年を相手に書いてるじゃないかと、うん、俺は三千万人を相手に書いてるんだとこ0三千万人ってどういうことかというと 町工場の千番工や、うん、月に 2, 2回ぐらいしか郵便が来ない孤島の漁師や、うんね、それからあの働きながら大学行ってる空学生や、うん、そういうところに3,000万人がいるんだと、うん、そこに俺は書いは向けて書いてるんだと。うん、だからそのこうこんんなな暗い顔してこんな文学 そのラジオ体操すれば治っちゃうような悩みなんか抱えてねそこを3万人相手にしてはだめなんだって言ってるところが大事なんでつまりねヨーロッパでは作家はメジャーなんですよアウトローじゃないのバルザックだってみんなね政治やるんですよダンテの新曲のダンテだって政治やるんですよみんなやるんですよアンドレ・マルローはフランスで文化大臣やったつまりね作家メジャーなんですよ日本はは作家 にいるアウトローとちょっと癖があって悩んでるとそういう扱いになっててで日本の政治にビジョンがないわけよにんまっく実は作家がいないからよちゃんと石原さんもね「ノーと言える日本」とか作家だから言ってるわけよそういうのが政治を引っ張っていくわけでそういう作家がいないそういう状況が日本の政治の貧困なんで作家っていうか作家っていうだけじゃなくてクリエイターとかいろんな意味で そのビジョンを語る人は、うん、引っ張っていくのはあのつまり戦略的なあの、うん、未来を作る人たちなんで、うん、それが日本にはいないんで、うん、だから僕はたまたま今参議院になってるけども「どの子だ見え方」って画期的なことやってるわけじゃないう作家だからやれるわけでね。うんうん そういうことをやっぱりやる人がもっといないといけない、ね、そこは僕が言いますから道路こんな見栄化って画期的なことだと自分で言っちんですからね,ねいやでも言わなきゃ分かんないから言うんだよ分かんないよねそれいや本当に分かんない,んない,かいあって言おうと思ったんですよ<う>僕がえだ,、ね、だってさ新聞記者さ知らないんだもんそれ <laughs>、ね、それか言わなきゃ分かんないんだよね須田さんが言ってくれなきゃもっと、ね、<laughs> いやいやいや,いやあの井上さんね自分で言うから なんかちょっと反発を受けて価値敏断してなんか自分で言うのも分かるんだけどもねああのまあ、ということであのとはいえなんか石原慎太郎さんこれね石原さん俺が言ってあげてるの今に今一緒ね、ええ、愛があるよねうんそうだね犬瀬さんの愛がありますよねそうだね意外とこう見えていい人ですよねそうなんだよね <laughs> いやそうなんだよほんとに <laughs> <laughs> っていうかね、ええ、あのほらいいってどういうことかってちょっと自分には言われるけど、ね、忖度がないって言うん つまり石原さんとだから忖度、えー、なくてしれる人がいい人で、えー、背景から始まって何か説明して前略がないやつって忖度あるやつだから、うん、それだって本当にこう打ち解けないじゃない。うん、なんかねそういうのだよね。だから今欠けてるのは、うん、全部忖度を取り払う意味では。うん うん、その思ったことをそのまま言えやいんで。うん、なんかね、日本って嫌われる勇気っていうのはないんだよね。うん、そうだね。うん、そうですね,ね。嫌われて嫌われて。ええー。あんまあ、少し嫌われてから。少し嫌われてます。うん、だから小物なんです。<laughs> <laughs> まあ、いや。いや。ということで、ね。あの、<laughs> ぜひですね。お買い物のね、いただいてです、ね。読んでいただけたらなと思います。あの、本当に私にとっても知らないエピソード満載ですし。石原さんに対する誤解。 まあ、俺はそんなものないよっていう人もいるかもしれませんが、あのぜひですね、それを解いて、えー、作家としての石原さんのですね、その価値というのをもう一回、えー、見ていただきたいなと思います。あのー、ですからね、この本を読んでもう一回石原文学にね,ね触れていただけたらありがたいです、ね。とにかく先入観に裏切られるスリルを味わっていただきたいと。うん、うん。ちゃんとお家のねコメントがついたってうんで、潜、えー、入間なんですけ先入観に裏切られるスリル。先入観に裏切られるスリルを味わっていただきたいなと。